さあ続いては、こんなにアンドリュー GX って番組ファンじゃないのこの人クリア率 14% でもこれぐらいのクリア率の方が楽しいな、 10% 台の方が。アメリカのアンドレ GX さんのコース。あ、これ何？マリオ何？マリオ3ぐらい？右に進むと扉を発見。中に入ると、迷路になってる。扉が多く、まさに巨大な迷路。あ、各部屋で作り込まれた仕掛けが待ち受ける。何？誰か来た何これ？あ、P 下降りろっつってんな。しかし手前の扉へ。スターを取るも行き止まり。仕方なく引き返して別の扉へ。あ、上もあるな。多いなこれは多分このスターを取ってあの面に行けってことなのな。無敵状態でお化け部屋の突破を狙う有野。果たして間に合うのか。あやられた人多いねここで間に合わないか。再チャレンジ、今度はどうか。入った、出た。ギリギリセーフ、新たなエリアへ。おお、行ったよ。乗られへんねやこれ。テレサは背中を見せると近づいてくる。あーそこ、どうしたらよかったんやろ。攻略してあげへん方がいいのかな。やってる人もここのコースちょっとやってみたいって感じになるでしょう。攻略の仕方を課長が教えちゃうのはどうなんやろう。大丈夫かな。ホワイジャパニーズピーポー言われへんかなんでやっちゃうのって再びテレサ地帯へ。スター獲得、一気に突き進みたいがその先は行き止まり。なんだ、さらになんだあれ。ここに来る。あーはー、何それ。うわー面白いこのコース羽のお化けおんねや。スターが切れるタイミングで羽つきテレサ襲来。10分後、先ほどの地点へ。急ぎ、あー入った。何、ゴールっぽいけど。あーやったー、やりましたやったー、やるじゃない。